はい、版向けの本家の版間岩尾先生です。私は版間家の本家の貴族ですね。で、人間の上の生物で、まあ人間でないということですね。ということをよく知っていただきたいということで、で、例えば人、それで人間の中にいるんで、人間のように国家試験とか、ね、免許とか持ってるわけなんですけれども、事実上は人間じゃないんで、人間の上の生物なんで、人間は人間たちでは何一つ許可を取りませんし、ほったらかすと陶器でも人間じゃないんで、持ってる財産ね、取られてしまいます。免許だって、運転免許証、簡単な運転免許証だって取られますし、パスポートだって発行しませんね。人間の上の生物って人間じゃありませんからね。で、それを注意していただきたい。だから私が持ってる国家試験は人間が全部許可取って、取れてません。強制的に人間を動かして取ってるわけですね。技術を人間と同じような場所で学習してね、たりとか自分で勉強して人間の国家試験を取ってるということで、ただ人間自身は同じ人間たちと同じように勉強して試験して、受かっても、許可出しません。だから人間を全体を抑えて強制的に動かして、ね、免許を出させてるということですね。で、人間のように、免許取ったらそのままにしてますと、人間が外してきます、免許をね。違う生物なんでね。だから強引に人間を抑えて、誰一人、ね、許可するのいませんから、人間の上の生物だから人間の中でいる以上ね、不便になるんで、強制的に学問があればそのね、資格でね、人間は許可出しませんけれども、上の生物として人間全員を抑えて許可をね、許可を同じに勉強してるんで、勉強卒業してるんでね、免許発行させ続けさせるようにしてるんですね。あんまり面倒くさい時はどんどん外れて取られることもありますけどね、人間じゃないんでね、人間の免許ですから、国家試験ですからね。ということで、ぜひ注意していただきたい。何でもそうです。人間の上の生物なんで、人間の国家試験や許可証っていうのは何にも、強制的に、ね、出させなければ取れるもんじゃないんですね。人間の免許であるということ ね。で、上の生物なんで上の生物の免許は持ってますからね。まあ、それだったら人間のやることは全部、危なくなければ全部許可されます、ね。人間よりか上の免許を全部持ってるわけですけどね。人間たちが周りに多いですから、この地球は私の地球ですからね、原型は私の免許で動かなければ人間行かないんですけども、来ませんか、野蛮なんで一切来ませんのでね、ちゃんとした国家試験っていうのは人間が勝手に変えてしまうようなね、でおりますのでね、これは注意していただきたいということですね。人間は絶対認めませんから、人間の免許を持ってたってね、そういうことですね。これ分析中ですね。これは日本のね、2時間のバイナリーオプションの分析中です。これは15分ですね、そうですね、月曜日に備えてます。土日でも動くようにしてますね、私の方でね、土日でも分析でね、できるようになってます。そんなことでね、私は人間から生まれてますけども、人間の上の生物で人間じゃないんで、人間のあらゆる、ね、書類とかいうのは無効になりますね。ということで、だから強制的に上の生物なんで、人間を全員を抑えなければ全部免許は取れませんから ね、道路で歩くこともできませんし、日本の国籍ということも外されます ね。ただ、地球の持ち主であるから、
ね、ということで、ただ人間は野蛮なんで、それは人間たちの考えで動きますから、そこら辺は強制しなき限り、絶対聞きませんからね。話やただのことじゃなくて、もう本当にそういうので、やんなければ人間を殺すということにしなければ、絶対聞きませんからね。そこら辺はぜひ注意してください。強引的にじゃないと、ね、私の方は、生きていけませんからね。野蛮な人間たちですからね。ということで違いを説明しましたけど、これはちょっと私試験中でね、時間が余ってるんで、ちょっと録画でね、見させてもらっておりますけど、人間と私の生物との違いをちょっとお伝えしましたのでね。だから人間が決めたことは全部、良くないことなんでね、こっちで決めたことしか動けませんから、人間が何一つ決めたら全部外されますからね。それをぜひ注意してください。全部強制して動かさない限りはダメです。人間で考えたことは全部ダメです。逆に損するように動きますから。100% ね。私は人間たちと違う生物である。上の生物でありますからね。人間は原始的な生物であるということでね。役所でも手続きでも税務署でも、ね、聞きません。強制させて正しくやらしてるということですね。上の生物でね、もう通用するということで、ね、そうやってます、すべてね。人間たちは一切決めてません。私が強制させてます。ね、この税金はこうこういくらで通るとかいうのはね、これは人間にやらしたら誰でもね、全然バカ高く私だけにしたりしますからね、税金をね、100倍とか1000倍とかかけてきます。強制して私の方で上の生物として人間は全員を抑えて、ただ一人だけじゃ効きませんから、人間全員に抑えなければならないわけですね。そういうことをぜひちょっと他と違うということで、私と人間たちというのは全然違うということをね、ぜひ